成果を挙げられました。ここにこの功績を称え表彰します。平成25年1月20日西之表スポーツ少年団本部長松下聖吾、ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。本日は朝早くから、スポーツ少年団駅伝大会に集まっていただきありがとうございます。で今、2名の、指導者の表彰がありました。この方々につきましても今後とも、子どもたちの健全育成のためにご尽力をしていただきたく、また、子どもたちが、自分の子どもが抜けても西之表市の少年団のためにご尽力をいただきますようよろしくお願いします。それとまた、指導者の皆様方につきましても今後ともよろしくお願いします。先生、我々選手一同はチーム一丸となり最後まで襷をつなぎきることを誓います。平成25年1月20日選手代表洋上サッカースポーツ少年団団長中野大輝。はい、素晴らしい。さあ走れよ、軽く走っとけ、まだはい、一歩すんな、一歩すんな、軽く行け、何て言う、距離それでは一律行け、はい、さあ今一区スタートいたしました。まずはグラウンドを一周してまいります。さあ、1区、グラウンド1周、まず1位で通過したのが、下西ソフト、2位に洋上サッカー、A チーム、続いて、若狭、4位が伊勢、5位、下西バレー A、頑張ってください。まもなく1区1位の下西ソフトが第2中継所の方に入っていきます。Okay.
れちゃった。はい。今からやろ。現代から。頑張れ。頑張れ。もうちょっと。記録賞、第35回親子駅伝大会、洋上サッカースポーツ少年団 A 第1位、タイム、35分02秒、平成25年1月20日、西之表スポーツ少年団本部長松田聖吾、はい、おめでとうございます。はい、